ホムンクルスとの戦いに巻き込まれた少年武藤和樹は錬金の戦士戦士トキコの身代わりになり命を落とした。しまった、巻き込んだ。角金の力により新しい命を与えられた和樹は錬金の戦士トキコと共に戦うことを決意したのだった。化け物退治、俺も手伝う。完成。パピヨ、ホムンクルスの創造主蝶の公爵との壮絶な戦いを経て、戦いは新たなステージへと移行。今は同胞からドクトルバタフライと呼ばれている。早坂桜花、生徒会長です。どうやら君と俺は相性がいいみたいだ。新たな戦いの足音はすぐそこにまで近づいてきていた。集英社ドラマ CD 武装錬金。大きな音を立てないでくれませんか。ただでさえあなたは学生には見えないのですから。こんなことをして何になる。時間の無駄だ。いや、そんなことはないはず。火のないところに煙は立ちませんからね。銀星学園のどこかに角金が隠されているなんて、そんな噂信じられるか。信頼できる筋からの情報です。だからこうして埃り臭い資料室の中で資料の山を調べているのでしょ。やるなら信用、お前一人でやれ。俺はもう付き合ってられん。そうですか。では好きにしてください。この資料は僕が直々にドクトルバタフライへと献上しますから。これはまさか。見つけた、間違いない。やはりこの銀星学園のどこかに角金は必ずある。では秋水先輩。企画申請の可否、特別予算編成および前夜祭後夜祭におけるサプライズアトラクションなど、今年度における全ての議題はこれにて決定ということで、よろしいですか、生徒会長。ええ、ご苦労様。生徒会役員の皆さん、これまで数週間にわたった綿密なる質疑応答、各方面との粘り強い交渉、本当にありがとう。そのおかげで満足できる企画内容になったことは私が言うまでもありません。必ず成功させましょう。私立銀星学園学園祭、銀星祭を。はい、大岡先輩。学園祭？そう、学園祭。そうか、それはつまり授業に拘束される時間が少なくなるということだな。 LXE について操作をする時間が増やせるな。え、トキコさん学園祭参加しないの？一緒にやろうよ、楽しいよ。私の任務は戦うこと、そんなことをしている暇など。チェース。岡倉、大浜、六マス。確か時子さんはまだクラブに所属していませんでしたよね。ああ、それがどうかしたのか。それはよかった。だったら時子さん、これを機に囲碁部に入りませんか。お、うん、何言ってんだ。トキコさんはこの俺、岡倉秀幸と一緒にサッカー部に入るんだよ。それはトキコさんが決めることだろう。囲碁部に入りたいかもしれないじゃない。ちょっと待った。マヒロ、チーチン、サーちゃん。トキコさんは私たち演劇部に入るのよ。さあトキコさん、
おとなしくこの入部届にサインしちゃってください。トキコ先輩、印鑑じゃなくて母印でも OK です。さあ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 、あーずるいぞ真宙ちゃん、トキコさんはまだサッカー部にだな。そうじゃなくて、ぜひ囲碁部に。確かみんな昨日まで帰宅部だったよな。いつの間にクラブなんかに入部したんだ。ついさっきから。それはつまり単に学園祭で盛り上がりたいから勢いで入部してきたというわけか。その通り。そうか、だったら俺も何か部活に入部しなければ。せんでいい。みんな勝手なことを。トキコ氏の都合を全く考えていない。はあ、時にトキコ氏、手芸部に入りませんか。お前も誘ってんじゃんか。みんな誘ってくれるのは嬉しいが、私はゆえやって部活をしている暇はない。悪いがこの話。ブラボー。いやあ、こんなところにいたのか。キャプテンブラボー。何か用ですか。選手長、なぜみんながいる前であからさまに接触してくる。しかもここは教室なのに。実はな、我々職員一同でも学園祭に出展することが決まったんだ。そこで津村と武藤に手伝ってもらおうかと思ってな。出展？何をやるんですか。そう来るのを待っていたぞ。聞いて驚け、見てビビれ、そして必ず食べに来い。命令してる。野菜ゴロゴロ、肉少々、スパイスごっそり、リンゴと蜂蜜べっちゃべちゃ。ここまで言えば誰でもわかる、言わずもがなの男の料理、名付けて特製ブラボーカレーだ。子供の甘口、腐女子の中辛、男の辛口、トッピング各種の取り揃えてございます。おお、カレーは俺の大好物。よし、ブラボー、世界一、いや宇宙一のカレーを作ろう。ブラボー、当然だ。おー、要するにカレー屋か。肉少なめか。いや、原価率ではカレーに勝るものはない。キャプテンブラボー、結構商売上手かもしれないな。え、じゃあトキコさんはブラボーが独り占め。そんなのずるいよ。慌てるな、誰も独り占めにしようなどとはこのブラボー言っていないぞ。え、そう、全てやればいい、力の限り。どうして君はそんな無責任なことばかり。津村は編入してきたばかりだったろう。皆と交流を深めるには絶好のチャンスだと思うぞ。まさか選手長は何か考えがあってこんな無茶を言っているのか。どうする。やろうよ、俺も一緒にやるからさ。わかった。オッケー。よし、頑張ろう、トキコさん。はーい、それじゃあ私、トキコさんとお兄ちゃんのマネージャーやる。マネージャー何を隠そう、私はマネージャーの達人。おう、さすが俺の妹。達人だったんだ。に、なれたらいいなって思っていた時期が昔あったりして。頑張るだけか。ブラボー、ブラボー、これにて一件落着だな。よっしゃ、なんだかよくわかんないけど、みんなとにかく学園祭に向けて頑張ろうぜ。おう。選手長、もちろん何か理由があってのことなんでしょうね。もちろん理由ならある。その理由とは。その方が楽しそうだからだ。聞くんじゃなかった。同志諸君、よくぞ集結してくれた。ムーンフェイス、佐藤、浜崎、そして早坂兄弟。集結してもらった理由は他でもない、我ら LXE の信奉者信用より、新たな核金の情報が寄せられた。その情報によると、核金はこの銀星市内、私立銀星学園にあるという。まさか銀星学園に核金があるだなんて。東大元暮らしとはこのことか。これより
角金獲得作戦を開始する。作戦指揮はムーンフェイス、君に任せる。ムーン。では早速だけど、作戦の内容を説明するよ。作戦の決行日は学園祭当日。なるほど。一般人にも施設が開放されている学園祭当日ならば、学園への侵入もたやすい。その間、学園へと潜入している君たちには前もって捜査をしてもらうことになるけどね。はい、わかっています。ではこれより作戦の詳細。いやあ、皆さんお揃いで。何の相談をしているのかな。パピオン。君には関係のない話だよ、パピオン君。釣れないね。俺だけ仲間外れかい。そういうわけじゃないさ。任務には向き不向きがあるだろう。適材適所というやつさ。ふん。お兄ちゃん、学園祭まで日にちがないんだから、テキパキしないと練習間に合わないよ。おう、任せとけ。スケジュールはどうなってる。はい、2時15分、まずはサッカー部から。場所は校庭のグラウンド。で、俺たちは何をすればいいんだ。サッカー部といえばサッカーだ。試合をするんだよ、試合を。学園祭当日、他校の強いチームを招いて試合をするから、助っ人として入ってほしいんだ。そうか、サッカーの試合か。大まかなルールは知っているが、やったことは一度もないぞ。大丈夫。何を隠そう、俺はルール説明の達人だ。で、これがこうなってああだから、こうすればいいんだ。ふんふん、なるほど。つまり地平道を吐くような練習とともに新必殺技を獲得し、地平線の見えるような場所で試合を行う。そうそう、その通り。いや、そうじゃねえだろ。シュートをするときには必殺技の名前とうおーの雄たけびを忘れずに。そうそう、その通り。ああ、あとわからないことがあったらこれ読んでおけば大丈夫だから。で、それキャプテン P じゃねえか。漫画でルール説明すんじゃねえ。これ読んでプロの選手になった人がたくさんいるんだ。間違いないはず。ボールは友達。次は大浜先輩の囲碁部。で、何をすればいいんだ。囲碁教室をやろうと思ってるんだ。そう言われても囲碁なんてやったことがないのだが。ああ、大丈夫大丈夫、私も全然知らないし。そういえば俺も知らないよ。じゃあルールを説明しがてら、トキコさん、一つ手合わせといきましょうか。40秒、50秒。負けました。うわ、トキコさん強っ。これ勝ったのか。見える、トキコさんの後ろに平安時代の衣装をまとった綺麗な男の人が。あ、神の意。次、管理人さんのブラボーカレーで、俺たちは何をすればいいんですか。カレーの仕込みだな。ここにある山のような野菜や肉をすべてカットしてくれ。うわぁ、こんなにたくさん。切るだけで1日かかりそう。大丈夫、こう見えても俺は包丁さばきの達人。いや、この仕事は彼女一人にやってもらう。え、でも俺たちも手伝うよ。いや、いい、ここは津村に任せて、妹を連れて少し外へ出ていてくれ。いや、だけどこれは命令だ。わかりました、行こう、真宙。戦士トキコ、始めてくれ。しかし、戦士長として許可する。存分にその力発揮させろ。でも。いいから、行動あるのみ。武装錬金バルキリースカート。
さすが旦那、戦士トキコ、見事な包丁さばきだ。カレー粉をぶちまけろ。次は私たち演劇部って言いたいところなんだけど。ん？どうかしたのか？はい、これ。これは？お芝居の台本だよ。トキコさんはバネッサ役で、お兄ちゃんがジョナサン。跳躍だし、2、3回練習すれば大丈夫だと思うから、読んでおいて。任せとけ。こう見えても、俺は学芸会の達人。お兄ちゃん、学芸会じゃないから。この台本、随分と古いようだが。なんかね、演劇部の伝統で、学園祭の時は毎年この劇をやるんだって。衣装とかも使い回しだから、随分凝ってるみたい。そうだったんだ。さあ、次は六松先輩の手芸部だよ。忙しそうだな、武藤和樹。蝶の公爵。貴様。うわ、3階の窓の外から登場するなんて、何の出し物？デジラブ？それともイリュージョン研究会？お兄ちゃんのお友達？ここは人目が多いようだ。屋上へ移動しよう。マヒロ、六マスのところ行って、少し遅れると伝えておいてくれ。でもスケジュールが。すぐ行く。だから、頼む。わかった。行くぞ、蝶の公爵。あら、修水君、剣道部の方はいいの？いいのかい、お金さん。こんなことをしていて。あら、学園祭の準備をするのは、生徒会長としては、一番重要な仕事だと思うけど。僕らにとっては、角金を探すことが一番重要なはずだ。焦りは禁物よ。下手に動いて私たちの正体が知れては、すべてが水の泡。ことは慎重に、ということだね。そう。いつか必ず私たちの出番が来るわ。それまでは、静かに時を待つのよ。ああ、わかったよ、姉さん。何をしに来た、蝶の公爵。何度言わせればわかるんだ。俺をその名で呼んでいいのは武藤和樹、ただ一人。それで、今日は何の用だ。学園祭があるようだな。え、何？お前も参加するのか？それもいいな。学園全体を俺色に染めて、タイツとマスクの着用を義務付け、パピオン祭りとして全世界へと。やめろ！想像しただけでおぞましい。美的感覚のない女だな。そんなことないぞ。こう見えて時子さんは細かいところで結構おしゃれだ。靴下とかスカーフの巻き方とか。別に言わんでいい。無駄話をしに来たわけじゃない。本題に入ろう。話すことなど何もない。今すぐ貴様を。慌てるな。今日は戦いに来たわけじゃない。そっちの都合に合わせるつもりはない。いいのか、わざわざ忠告をしに来てやったのに。忠告？そうだ、忠告だ。その忠告の内容は、気をつけろ、以上。ってそれだけ？何をいつ気をつければいいんだ？さあね、そこまでは知らないし、知ってても教えてあげない。なぜなら、そっちの方が超楽しそうだから。あっ！そう言われると、なんか説得力が。時間の無駄だったな、パピオン！武装！何を聞いている？俺は戦いに来たわけじゃないと言ったはずだ。パピオン！校舎から飛び降りた！もう一度言うぞ、武藤和樹。奴らは何かを企んでいる。気をつけるがいい。わざわざ学園祭当日を待つまでもない。
この俺が角金を見つけ出しさえすれば一気に幹部に昇格できる。私立銀星学園、このどこかに角金がある。その動き、ただの人間ではないな。何者だ。貴様の正体を知る者とでも言っておこうか。俺の正体を知っているだ。だとすればお前を生かしておくわけにはいかないな。やってみろ、できるものならな。死ぬ。武装錬金シルバースキン。お前は錬金の戦士。気づくのが遅い。まあいい、貴様を倒してその角金いただく。粉砕ラブラッシュ。さっきのセリフ気になる。貴様には少々話を聞かせてもらうぞ。何のことだ。この学園に角金があるとお前は言った。それは本当か。そんなこと誰が。喋るか。わかった、わかったから喋るか。やめてくれ。よし、話せ。この学校に角金があるのは本当だ。それを手に入れるために我ら LXE は学園祭当日も。遠距離からの精密高速射撃、ウォッチャーがついていたか。新たな攻撃はないか。俺と戦うつもりはないようだな。ありがとう、御前様。それにしても余計なことをしてくれるわね。こう焦るからこういうことになる。まったくね。姉さん、どこまで情報が漏れたと思う。わからない。でもやりづらくなったことは間違いないわね。なるほど、パピオンの警告は今日倒したホムンクルスの言っていたことと思ってまず間違いないだろう。学園祭というイベントに紛れれば多少奇抜な格好をしていても目立たず速やかに敵は作戦を遂行できる。部外者が唯一学園内を自由に動き回れる日、厄介だな。いっそのこと学園祭自体を中止すべきではありませんか。学園祭が始まる前にそのどこかにあるっていう角金を見つければいい。学園祭と敵の阻止とどちらが大切かよく考えろ。どっちも大切だ。どちらかに決めるのは時期尚早かもしれん。戦士長、中止にはいつでもできる。幸いにもお前たちが学園内を走り回っても不審に思われない状況ではあるしな。確かにそれはそうですが、それに万が一敵が潜入してきたとしても向こうもことを表沙汰にはしたがらないはずだ。それじゃあもうしばらく様子を見ることにしよう。ありがとう、ブラボー。どうした、戦士トキコ、この決定に不服か。いえ。ならばよい、二人は現状維持のまま同時に角金の捜索、いいな。これも違う、これも違う。あ、トキコさん、そっちはどうだ。全然、角金の彼女も見当たらない。こっちもだ。学園に残された資料も洗ってみたが、手がかりらしいものはすでに持ち去られた後のようだ。何か手がかりがあればいいんだけど。欠落した資料は相当古いものだった。それを考えればかなり昔から角金はこの学園に存在したと考えられる。なるほど、古くからあって人目につきにくい場所を探せばいいってことか。マヒロ、スケジュールはどうなってる。はい、今度こそ六マス先輩の手芸部。
よし、急ぐぞ。いや、そこは返しじゃなくて、そう、チェーンステッチでこうやってこうして、こうすればほら。わー、六万先輩ありがとうございます。とにかく今はこうして学園祭の準備をしながら角金を探す。それが俺たちに今できることだ。ほー、さすが時子氏、手先が器用ですね。こんなものパターンの繰り返しだ。器用も不器用もなかろう。ところで和樹、それ何編んでるんだ。え、手袋だけど。え、セーターじゃなかったの。おお、いつの間に。無意識のうちに手袋のつもりがセーターを編み上げるだなんて、恐るべし俺。何を隠そう、俺は編み物の、ある意味天才だな。呆れて突っ込む気も起きないな。どうやらここにもないようね。情報が少なすぎる。古い資料にそれらしい能力を発揮した女生徒がいるということが記されているだけでは、さすがに場所を特定するのは難しいわね。あ、生徒会長、それに秋水先輩、こんなところで何してるんですか。ちょっと調べ物をね。そういう君は何をしてるんだ。ああ、俺は探し物を。あら、何をお探しですか。この学校に古くから伝わる伝説のお宝とでも言うのかな。何か手がかりがあるのか。いや、それが全然あるのかないのかも怪しいくらいだから。お兄ちゃん、どこ。あ、真宙だ。それじゃあ、大岡先輩、秋水先輩。姉さん、まずは目の前にある任務をこなすことよ。それが先決。あれから3日、どんだけ煮込めば出来上がるんだこのカレー。こんなことをしている暇があったら学園内の捜索をするべきなのに。まだ角金の手がかりすらつかめていない。トキコさん、隠し味にチョコレート入れるって聞いたことあるけど。ああ、美味しくなるらしいな。入れてみようか。あるのかチョコレート。チョコはないけどあんこならある。あれから3日、敵に目立った動きはない。学園祭は明日、果たしてどうなる。ジョナさん、行かせてあげましょう。あの人はとても優しい人。せめて私たちだけでもあの人を信じてあげるの。よし、行けるぞ俺たち、完璧だ。本当にそう思っているのか。いや、ちょっとダメかも。ちょっとか。いや、でもさ、ここだけ読んでもどんなお芝居かさっぱりわからないな。どんな話なんだろう。まだ目を通していないのか。主人公の女性がとある男と大恋愛の末に結婚。しかし運命のいたずらで生き別れになり、生涯その男を探し求めるという話だ。時子さん、この分厚い台本ちゃんと目を通したの。なかなかいい台本だと思うぞ。セリフの隅々までよく吟味してあり、こだわりを感じる。ふーん、そうなんだ。一つ聞いていいか。え、ああ、うん。なぜ君は学園祭にそこまでこだわる。君がそれほどのリスクを冒してまで学園祭に固執する理由が私にはわからない。学園祭を中止にすれば敵の阻止も楽だし、角金の操作もじっくりできる。武藤和樹、君は何を考えている。みんな学園祭を楽しみにしてるんだ。敵を阻止しても角金を見つけ出しても、学園祭を中止にしたらみんなが楽しめなくなる。しかし六マスも岡倉も大浜もちーちんもさーちゃんも真宙も他の生徒もみんな楽しみにしてるんだ。俺も学園祭楽しみにしてる。
時子さんにも楽しんでほしい。私は戦士だ。出会ってからずっと俺たち一緒に戦ってきた。一緒に明日俺は時子さんと一緒に学園祭を楽しみたい。まったく君は。だが任務をおろそかにすれば君の望みは叶わない。敵を阻止できなければみんなで楽しむどころじゃないぞ。分かってる。絶対に成功させる。任務も学園祭も。片付ける。まずはサッカー。もうすぐ試合が始まるよ。頼むぜカズキ。トキコさん、オガクラ、悪いけど俺たちあまり時間がない。3点でいいか。せめて4点で。わかった。トントさん、バルキリーシュート。ゴール。ライト、シュート、ゴール、腹渡しシュート、ゴール、ぶちまけシュート、ゴール、ノルマ達成だな。選手長、ゆっくりカレーを売ってる時間はありません。ああ、分かっている。しかしカレーを無駄にするつもりもない。何か作戦でも。任せておけ。俺に考えがある。ご通行中の皆さん、はい、注目。13のブラボー技の一つ、ノーサーツブラボーキス。順番にね。いいのか、こんなことで。ブラボー、これでいいのだ。次は手芸部。お客さん来ないね。手芸部は地味だからな。しかしせっかくみんなで編んだ編み物が売れないどころか見てももらえないとは。俺の手袋。それセーターでしょ。なんとかならないものか。あ、方法ならあるよ、トキコさん。さあ、行くよ、トキコさん。いや、しかしだな。みんなで作った編み物のためにも。だが、覚悟を決めて。わかった。ご通行中の皆さん、はい、注目。脳殺トキコキス。一つちょうだい。俺にも。はいはい、順番にね。いいのか、こんなことで。ブラーボー、これでいいのだ。あ、そうきたか。しかし学園祭当日にのんびり囲碁教室とは。いいんじゃないかな。のんびり打つのも囲碁の醍醐味だよ。そうかも。まあそれはそうなのだが。あとは真宙たちの演劇部の芝居をやれば全制覇だ。マッピー、大変大変なのよ。どうしたの、ちーちん、さーちゃん、二人して青ざめて。主役の子がついさっき足を怪我しちゃったのよ。え？それじゃあお芝居はどうなっちゃうの？今から代役なんて無理だよ。仕方ないよ。
あれだけの量のセリフを覚えている人なんて他にはいないし、やっぱり公演は中止にするしか。諦めるのはまだ早い。え、トキコさん、主役を頼む。無理だ。トキコさん、セリフ全部覚えてるだろ。しかしセリフはともかく演技の方が。トキコさん、わかった、わかったからもう泣くな。ありがとう。まったく、どうなっても知らないからな。ムーンフェイ様、作戦準備すべて整いました。あとはムーンフェイ様の号令を待つだけです。ムーン、見たところ人間もかなりの数が集結してきているようだね。作戦開始だ。はっ。うわあ、すごいお客さんの数。トキコさん、その衣装似合ってるね。なんだかキラキラヒラヒラして動きにくい。それに他の服と比較して少し重いような気がするな。確かにいろんなのがキラキラついてるし。伝統の衣装なんだって。演劇部の人はそれ着るのが憧れらしいよ。私は別に。トキコさん、そろそろ始まるよ。準備お願いします。ついに舞台デビューだね、トキコさん。よせ、あまり緊張させるな。頑張って。君は角金の捜索を続けろ。いいな。了解。この人数の中からホムンクルスを探し出すのはさすがに至難の業。角金はどこだ。ほう、なかなか大胆なホムンクルスだな。角金、角金、どこにある。おいお前。あ、なんだてめえ。お前の探しているものはこれだろ。お、それは角金。ついてこい。私に勝てばこの角金はお前のものだ。いいだろう、後悔するなよ。どちらが後悔するかはやればわかることだ。俊介君。姉さん。わかったのよ、角金のありかが。なんだって。これを見て。これは新聞。新聞部発行の学園新聞のバックナンバーよ。ここに興味深い記事があるの。学園祭の記事か。これが何か。ずっとおかしいと思ってたの。武装錬金が発動すればただごとでは済まないはず。それなのに一切事件になった形跡がなかった。人が見ていなかった可能性は。だとしたらこの情報自体が存在しない。人は何人もが見ていたのよ。でもそれがおかしいとは誰も思わなかった。どういうことだ。一年に一度だけ、そしてそれ以外の時には誰の目に触れることもなく保管されている。角金の力が発動されることも何十年に一度あるかないか。たった一つだけ符合する隠し場所があるわ。それで角金の在りかは一体どこなんだ。その場所とは。電話。ムーンフェイス様から。もしもし。見つかったかい、角金は。ああ、ジョバンニ、どうしてどうしてあなたはジョバンニなのでしょう。結構お客さん入ってるね。でも反応がいまいち。頑張って、トキコさん。お願いを、今すぐ彼を見つけ出してきて。ええ、分かったわ。ああ、ジョバンニ、私の気持ち、この美しい夜空に浮かぶ月に託せばあなたに伝わるのでしょうか。ムーン、
願いを叶えてほしければそれなりの代価が必要だと思うがね。何が起こってきた。貴様何者だ。ムーンフェイス、人間型のホムンクルスだ。パピオン、いつの間に。ムーン、パピオン君を知っているということは彼女は錬金の戦士ということですか。パピオン君、言っておくが手出しは無用だよ。信奉者の報告によってようやく見つけ出した大事な角金なのだからね。角金、どういうことだ。そんなつもりはないで、ただ俺はこの茶番を見届けたいだけだ。それにこういう派手な舞台に俺は欠かせないはず。見てくれ、このセクシャルバイオレット。フィナーレへ向けて役者は揃ったというとこだね。探す手間が省けたというものだ。おっと、手荒な真似はやめてほしいな。時と場所をわきまえるのがエチケットだよ。このまま戦えば観客もただでは済まない。何、どうなってるの。トキコさん急に生き生きしてきたみたい。それにこんなところで力を使えば困るのは君の方じゃないのかな。ムーンフェイス、なかなかのブラックストマックだな。見ていて面白い。さあどうする、錬金の戦士。確かにここで力を使えば私はこの学園を去ることになる。全てを捨てて戦うか、それとも自分の立場を守りこの場を逃げ出すか。こいつ楽しんでいるのか。その通り。トキコさん。ああ、トキコさん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 。ん？顔つきが変わった。決心がついたようだな。後のことは全て任せたぞカズキ。武装錬金サンライトクラッシャー。ん？バカ、なぜ君が。こいつが敵なんだろう。だったら倒すだけだ。少しは先のこと考えろ。こんな場所で錬金の力を使えば君はもうこの学園にはいられない。いざ。私こんな本格的なお芝居初めて見たわ。バレてないのか。むぅ、これは予想外。茶番のフィナーレにはぴったりの展開だな。結果オーライ、行くぞ東京さん。分かってる。武装錬金バルキリーガード。なんだこの光は。この光はまさか。むむむむむむむ、錬金の戦士を同時に二人、面白い。ああ、そこだ。ムーン、デスサイズの武装錬金、正確な動きをしますね。攻撃は全て受け切っただと。なるほど、さすがは幹部だ。身体能力もかなり高いようだな。しかしあの武装錬金にはまだまだ奥がありそうだ。無駄無駄、そんな直線的な攻撃じゃこの私は倒せませんよ。ラボラッシュ、とどめ、余弾ラボチョップ。この程度の力で錬金の戦士に挑んでくるとは。こいつは雑魚だ。つまり本体は他にいるということか。むむ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 、敵
数を増やしても私には当たりませんね。いや、あれは有効弾を狙っての攻撃ではない。まさか追い詰めた。今だカズキ、エネルギー全開サンライトクラッシャー。ダヤン、この私が。そこまでだムーンフェイス。それはどうかな。君のデスサイズの動きはもう見切っているよ。体勢を崩しているとはいえ。ならばこれでどうだ。何、トキコさん、ムーン、まさか服に縫い付けてあるとはな。こんなところに隠されていたとは思わなかったさ。これがお前たちの探している隠金だ。なるほどね。必死になって隠金を探していたというわけか。使わせてもらうぞ、武装錬金。何、ダブルバルキリースカード。おお、デスサイズが8本に。すごい。さて、防ぎきれるのかムーンフェイス。早すぎる。防ぎきれなかったな、貼り付けか。カズキ、エネルギー全開、ハロワタをぶちまけろ。サンライトクラッシャー。ムーン、よし、残るはパピオン、貴様だ。あれ、逃げたか。武藤和樹、今回はなんとか踏ん張ったようだが、奴らの陰謀はまだ先がある。くれぐれも俺以外の奴に倒されるなよ。ああ、分かってる。終わったな。一件落着だね、トキコさん。ああ、なんとかな。いやー、それにしてもトキコさんは大活躍だったな。ほんと、お芝居とかすごい好評だったよ。私のマネージメントのおかげだね。私も頑張ったんだから。本当はもっとシリアスな話なんだけど。まったくだ、知らぬとはいえ気楽に言ってくれる。戦士トキコ、この角金が芝居の衣装に縫い付けてあったということだが、なぜそんな場所にあったと思う？その経緯は私にも分かりません。でも結果的に保管場所としては最良の場所でしたね。どうして？一年に一度しか人目に触れることがなく、それでいてきちんと管理されている。もってこいの保管場所だと君は思わないか？そうだけど、どうして今まで？角金は逃走本能に反応する。普通の人間ではまず反応しないはずだが、例外がないとは言い切れない。例外？これはあくまで推測だが、その昔舞台の上でよほど熱演をした者がいて、その演技に角金が反応した。舞台の上という非日常の中では武装錬金の力も芝居の特殊な仕掛けと思われても不思議ではない。その過去の記録を LXE の手の者が発見し、今回の騒動に発展したということではないかな。じゃあ昔も舞台の上でトキコさんみたいに武装錬金を発動させた人がいたってことか。私みたいには余計だ。しかし腑に落ちないことが一つある。ん？一体誰が演劇部の衣装なんかに角金を縫い付けたのかということだ。それならなんとなくわかる。え？角金って綺麗だからさ、誰かが拾って衣装に縫い付けたんじゃないかな。ああ、そうかもしれないな。とにかく今回は LXE の進行を未然に防ぐことができた。その上
角金まで回収できるとはブラボーだ。お手柄だったな、戦士トキコよ。いえ、私一人ではとても。一人だったら学園祭を中止にしていました。そうしたら角金は見つからずじまいだったでしょう。呼んでるぞ。行って最後まで楽しんでこい。さあ行こう、トキコさん。ああ、集英社ドラマ CD 武装錬金、原作和月信弘、ストーリー協力黒崎薫、脚本中村武史、演出高寺武史、出演は武藤和樹、福山潤、津村時子、柚月涼香、キャプテンブラボー江原雅史、武藤真宏、平野綾、パピーよ、窓の美咲、早坂桜花、名畑瞳、早坂秀水、谷山紀章、ドクトルバタフライ、超克実、ムーンフェイス、関智一、岡倉秀幸、風間優斗、六松浩二、近藤孝之、大浜正史、園部義則、ちーちん、井口由香、さあちゃん、下谷のり子、鈴木真也、坪井智博、オムンクルス佐藤、小野大輔、オムンクルス浜崎、加藤正幸、初期、締野純子。